みなさんこんにちは聖書の御言葉を見ますマルコの福音書二章ですマルコによる福音書二章一節から読みたいと思います数日たってイエスがカペナームにまた来られると家におられることが知れ渡った それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは見言葉を話しておられた。その時、一人の中部の人が4人の人にか担がれて、身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの、ね、屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま床を吊るし、下ろした。 イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、小屋あなたの罪は許されましたと言われました。ところが、その場に立法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか、神を怪我しているのだ、神お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐに自分の例で見抜いて、こう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。 中部の人にあなたの罪を許されたというのと、起きて寝床を畳たたんで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人に、あなたに言うき、起きなさい、寝床を畳ん,んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて、みんなの見ている前を出ていた。それでみんなの者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って、 神を崇めた信仰というものは私たちの外側だけではなく内側で起きていることなので聖書を持って賛美歌を捧げてると言って信仰が全ていいとは限りません。その心と イエス様の心がどれほど近づいているのか、それが非常に重要なことです。私は幼い頃から教会に通いましたが、罪の許しについてよくわかりませんでした。その当時は非常に貧しい時,時期だったので、人の畑の家に行って、レンゴを取って食べたりで、私はイエス様を信じているので、ウリを取りに行った時、 他の友達は何でも踏み潰していくんですが私はそのウリの茎は踏まないように気をつけました自分,自分は匂いを噛んで熟したものを食べて捨てたりしたんですが私はウリの泥棒をしても優しい泥棒だと思っていました一度もそうやって鶴を踏んで たたたことありまませんでしししだからいいつも自負をしていました私が主の前に生きていきながらどう思うかというとイエスを信じ罪の許しを信じることとてもいいことですが問題はイエス様と私たちの考えがたくさんの違いがあります私たちがイエスを信じますが本当にこれが可能だろうか お祈りをしたら聞いいてくれるだろうかそういうかそたくさんの考えを持っていました。それで信仰の葛藤をたくさんしました。聖書を読んで読んでまた読んでみるとイエス様は出てくる言葉だけで話すのではなく生きるのではなく事実で生きるのでイエス様の御言葉は信じられる御言葉だ。 そうなるままではたた。くさんの時間がかかりました同じく教会に変えますが聖書を読むけれどもイエス様を信じるとも言うけれども実際信じる人ならばその内容自体を信じるそれでイエス様を信じるそういったことが必要です非常に難しいのは罪の部分でした 非常にお腹が空いていた時代でした。なので、人の,人の畑のウリも食べたり、リンゴを取って食べたり、また麦を織ってた焼いて食べたり、罪を犯しました。しかし、正直、私が罪を犯しましたが、どのようにしたとき、この罪の許しを受けるのか、そういったことは知りませんでした。ただ、教会に行って許してください。 そうやって大祈りだけをしました。その時、聖書をたくさん読んだ本でしたが、創世記、出エジプト記、レビ記神明期、神明期、妙手記、そうやって読んできました。ある日、レビ記の4章を見て驚いたのは、ただ私たちが罪を犯した時、罪を許してくださいと大祈りしたことはありますが、 私の罪が許されたことがどれほど重要なのか、それが非常に重要でした。一千回、一万回罪を許してくださいとお願いをしても、実際イエス様が十字架につけられて、私たちの罪を許しましたが、本当に私の罪を許されただろうか、それが重要な問題であり、何かの病,病気にかかったとき、神様を信じれば治ると言ったのに、そしたらお祈りしたならば、 この病気が治るのかそういった信仰なく病気を治るようにしてください。よくしてください。そうやって大祈りして生きてきました。レビ引の4章を読みながらそこでは非常に正確に信仰が何かを私が学ぶことができました。その信仰の世界を見ながら 口ですること、これは徹夜するのも口でするのは、うん、それが信仰ではありません小さなことでも信じる信仰で生きれば罪の許しを受けるということが非常にうれしくて福音伝同士になろうと心を決めてそうやって暮らし始めました 軍隊を除隊して、私が、私のうるさとは孫さんですが、その近くにキムチョンというところがありました。キムチョンで福音を伝えようと決めました。その当時、お金が2000ウォンほどありました。キムチョンに行って、少し寝れるそういう部屋があったんですが、契約金で、 7万をくださいと言われました。2,000ウォンというのは何もないお金でしたね。キムチゃんの上のところから下までずっと降りてきながら歩いてきました。神様、あそこには喫茶店があります、神様。神様、あそこにはあ何がありますね。そうやってキムチゃんを降りてきました。 世の中の人も、ああやっていい家をくださるのに、神様の娘、息子なんですが、神様が私に寝れる家を一つくださいとお祈りしました。そして、神様が私に家をくださるという信仰を持って働き始めました。その日も、 キ南、ンナム、ハプチョン軍、ボンジョンミャン、アッコクトンというところがありますが、最初、福音を伝えるために最初そこで暮らしていましたが、そこに行ってまた帰って、キムチョンに家を探しに出てきていました。アッコクトンに行くため、キムチョンからごちゃン、 ゴチャンからコットンに行くんですが、キムチョンからゴチャンに行く間、私の隣の席に、ジョン・アンダーソンというイギリスの宣教師先生が乗りました。その先生と私と話をするようになったんですが、私が英語はよくできないので、下手な英語で話をしました。あなた何をする人ですか私は宣教師です。どこから来ましたかイギリスです。あ、そうですか。そうしてこう続けました。 私が、どこに行くんですかと聞くとあ、旅行に行くそうです。電動旅行ですかいや、違います。普通の旅行です。私が、腹が立ちました。宣教師が宣教に来たならば、福音を伝えなきゃいけないのに、なんで旅行なんて言ってるんだ。その時、除隊したばかりなので、年も若かったんですが、 私がこうと言いました。あなたの言う人が宣教師ですか早く帰って帰って帰ってください。イギリスの人は本当に紳士的です。私の韓国の人だったらもう行,く行くでも行っても行かなくても私の勝手だろうというんですがその人は黙っておられ,黙っておられました。猫、ね、ちゃんが降りてアコットンに行く切符を並んで買いに並んでるんですがその人が私に来てミスター・パーク。 私は今日あなたの家に泊まってもいいですかはい、どうぞ来てください。あこの山奥の私の家に連れて行きました。その時問題が生じた,したのは、その時には森の中に水道もないし、村に一つだけ井戸があるんですが、遠くて私は川の水を飲みました。川の水がきれいだったので。 その時何を分かったかというと、ああ、韓国の人は胃がとても強いのか。私は川の水をいくら飲んでも大丈夫だったんですが、こイギリスの選挙先生はコップ1杯あげたんですが、その夜から下痢が始まり、4日間寝,と寝込んで大変に思っていました。いや、本当に申し訳なかったね。本当に水を沸かしてあげればよかったのに、5日目に起き上がって帰りますと。 あ本当に申し訳ないです」と言いましたそしてこう言いました「ミスター・ Mr. パーク私はあなたにこうちょっと聞きたいことがありますあどうしましたか私は数多くの牧師宣教師会ってきましたでもあなたのような人は初めて見ましたあなたの暮らしを学びたいです 1>, 1ヶ月だけ一緒に暮らしましょう。1年だけ一緒に暮らしましょう。私は何もしないで朝起きて聖書を読んでお祈りして伝道するだけなのに。笑いました。笑わせないでくださいよ。切実にお願いしてくれんです。私はこう言いました。あなたはイギリスから選挙日もらいますよね。はい、もらいます。申し訳ないですが。 私は個人的に私を助ける人は誰もいません。だから、植える時もあります。あなたの家には選挙費がもらうから、パンもあるし、食べ物たくさんあるし、けど私の家にお金を食べ物がなかったら、私はそれを見つめてしまいそうです。神様だけを見,見上げたくて、あなたを見上げたくありません。 あそしたらどうすればいいですか私はパンが腐ってもあなたにあげませんのであなたも私にもパンをあげないでください。できますかはいできます。それは簡単ですよ。私は家を契約してキムチョンに来てくださいと言いました。あ,あ本当ですかとうれしく思っていました。アコップン、夏は暑いんですが 普段山の上に登っていくんです。誰も来な,来ないんですね。上着も脱いで、一人で聖書を読み始めました,たまとき。たまに鹿が現れてじーっと見て、どこまで読んだんだというような気がしました。手から漢字に行く 一般道が前に通っているんですが、向こう側で車が止まるんですね。うちの村では車を乗る人はほとんどいないんですが、で誰かなと見てみると、アンダーソン選挙師でした。で、私も降りて行ってみる会いました。ミスター・パック、はいあ。話すことがあります。あどうしましたか私がキムチョンで働けるようにお祈りしたんですが、 いい家を買えるお金をくださいました神様本当に残念ですなんでイギリス人のお祈りはこんなに早くも聞いて韓国人のお祈りはこんなに聞いてくれないんですかそして私たち一緒に暮らすのではないので一緒に暮らしたらどうですか あなたは選挙費が来て、パンを山積みにして暮らして、私はないのに、私はあなたを、あなたのパンが山積みになっているのを見ると、そのパンを見つめてしまう、見上げてしまうかもしれない。あなたはパン腐っても私にもく,なくれないでください。そういうふうにできますかあできるなら私たち一緒に暮らしましょう。そうやって1ヶ月過ごしました。そうやって帰るときは私にその、 家を下さって帰りました。神様が私たちの人生の中で虚しくまた難しい時もありました。ある日アメリカに行きました。宣教会の中でアメリカの宣教師がその当時20人ほどいました。今日私宿題をあげるから。 したい人、手を挙げなさいと。そしたら何人か手を挙げました。夫婦があなたとあなたの妻、そしてあの家族が行ったことがないその都,市に都市に片道、ウォームウェイのチケットを買っていって1か月そこで暮らしてきなさい。お金一つも持たないで。行きのチケットだけ買っていきなさい。 そして私は韓国に戻ってきました時間が流れてアメリカにまた行ってみたんですが選挙先生の証を聞いてとても胸が熱くなりましたアメリカでお金を一つも持ってかずに指定された都市に行ってお金も一つもなくそこで1か月間暮らすんですが どうやって神様が食べさせてくださったのかどうやって守ってくださったのかどうやって寝るようにしてくださったのかどうやって食事させてくださったのかその話をしてくれるんですがその時私がアメリカに行って選挙先生を集めて聖書勉強しなきゃいけない時間なのにその時間を聞いてるうちに聖書勉強の時間がなくなるほど本当に話を聞いて感激しました。 私がブラジルに宣教師を送る時キンボム宣教師の夫婦を送りましたがブラジルの言葉全く分からずどうやって行けばいいですかと聞かれたんです。韓国からブラジルにに行行く飛行機に乗りなさい。アメリカのロサンゼルスにちょっと泊まってそこを経営していくけどその飛行機に乗ったらブラジルの人がたくさんいるよ。 ブラジルに人があったら、福音を伝えなさい。自分は宣教師だと言ってはな、そうやって話してあげました。パラグアイのせ送った宣教師先生は、言葉も分からず、けども、パラグアイに送りました。夫婦だけ送りました。空港に降りたんですが、言葉一つも分かりませんでした。空港の職員が、これなんですかと。 何かわからないのでハハハと笑ってるだけでした空港の職員が2時間ほど待つようにさせて荷物を持ってたもう帰りなさいと言ったそうですけれども東進んで行くんですが出て行けば出て行かなきゃいけないのにどうしようどうすればいいんだろう知ってる人もいないのにけれどもある若い夫人が後ろから走ってくるんですあひょっとして韓国から来ましたか 韓国を喋るんです。はい、韓国から来ました。あ、何々宣教師先生ですかはい、そうです。どうやってわ,わかったんですか私の友達一人から連絡が来ました。パラグアの宣教師一人が言葉もわからず、知ってる人全くわからない人がいない人が来ると聞いたので電話をしました。それと私電話が来て、あなたが助けてあげてくださいと。 そうやってその時からパラグアイに働き始めました。言語を学ばなきゃいけないんですが、教える先生に、私がしたい話があります。そうやって過ぎ去った話をしてあげました。あ、してください。どうぞ。と。長い話をすると、ちょっと待ってください。これどういうことですか話し合うそうです。あ、この言葉だそうです。 言葉が通じないのでああはい続けてくださいまた話を続けますそしたらあどういうことだろうこういうことですそうやって言葉一つもわからないのに見言葉を聞いて救われる人が出てきましたとてもとても不思議でした私たちは暮らしの中で寝る場所もあるし そして食べるご飯もあるし、そして出るとき、乗る車もあるし、何もないとき、イエス様は私たちをどうするだろうか。私はそういった、まあ、訓練をたくさん受けました。アッコクトにいたとき、チャンパリにいたとき、 正直に言うと信仰がないからか飢える時もたくさんありました神様は私を助けてくれるのを見るととてもとても感謝しましたこうちゃんチャンパリという時にいただきテグの選挙本部から金曜日までテグに来てくださいと言われましたお金が一つもないのに 初日の礼拝を捧げて、次の金曜日にテグに行くと言いました。だから心の中ではああ、伝道先生がお金ないからな、交通費を与えようかな、そういうのを期待していましたが、誰もくれませんでした。日曜日夕暮れでみんな帰って、一人だけ教会に残りました。その次の日、テグに行く。 バスに乗ろうと村の,、ま、村の停留所に行ったんですがそこに行く前に私たちの教会の財政、まあ、小さな教会でしたが何百万何百ウォン何百ウォンという財政でしたがそれを管理している兄弟でしたその兄弟は教師で両親は文房具をしている家庭でしたが その、その兄弟の家の前を通らなきゃいけないんですが、通り過ぎるとき、以前、店の前で、顔を洗って、水を道路にまくのを見たことがありました。ああその時間と、似ている、同じような時間でした。交通費はなくて、電動先生、どうしたらいいでしょうか。 交通費ありますかどこに行きますか話してくださいよ。そういうふうに自分の中で想像していました。そして、初めて私自身を見つめました。一生涯墓会をして、そしてお金を稼がないのに、誰かお金くれないかな神様お金ないな。 私の姿がとても惨めでかわいそうに見えました。その日、私は心を決めました。職場を持たないで、お金を稼がないで、この福音を伝えてるけれども、こうやって、こうやって行きたくはないな。福音を伝えなかったら伝えないけど。 それでその兄弟の家の前を通り過ぎるときになって、あ、伝道先生、あ、どっか行くんですかあ、今日デグに行くって言ってましたね。交通費ありますかあ、話したらよかったのに。そういうふうに心の中で思ったんですが、しかし、私の心の中を考えてみると、とても惨めなんです。私は神様を信じる人なのに。そうして、 私はどういう心を持ったかというと行けなかったらいけなかったで私は仕事をしないからお金を稼がないけども一生がこうやって生きるのは嫌だ私は神様を信じる信仰で行きたい兄弟の家の前を通らず遠回りしていきました遠回りするんですがバスがにテグというパスがバスが来ました あ乗らなきゃいけないのにな。乗らなきゃいけないのに。道端に立っていたんですが、バスが私の前に止まりました。そして扉が開きました。誰もいないのに、私しかいませんでした。あ、これ、どれということか。それでお金なかったんですが、乗りました。けど、バスの中で、テグの教会に出てきた、テグに暮らしている夫人でしたが、 先生早く来てください。隣に座ってください。と言うんです。バスが走り出しました。お金をもらいに来ました。ああ、姉妹私バス,バス交通費ないです。ああ、私知ってますよ、先生。その姉妹が交通費をくださいました。その方がこう言いました。ごちゃんを過ぎたら、 マリというところがありますがマリに親戚の家実家があるそうです実家に母親が一人いるんだけど帰ってきてみると田舎にはお金がとても尊いものなので手紙に行く交通費だけ残して全部実家のお母さんにあげてきたそうですけども今日は バスに乗ら,なきゃ乗らなきゃいけないのに、けど財布を開けてお母さんにお金をあげようとしたんですが、あげないでバスに乗りました。なんでお金があるのに、お母さん,はあげおお母さんにあげてこなかったんだろう。お母さんもいつもあげお金あげるのにあげなかったから、とまって立っていました。あ、私がケチになったのかな。ごちゃんまで来てみると、 私がカバンを持ってるのを見ると、テグに行きそうだったんです。あ、一緒に行く人がいる。それで車を止めたそうなんです。その姉妹が交通費を、バス代を払ってくれました。手グに行ったんですが、私の家に一緒に行きましょうと。ので、姉妹と一緒に行きました。お昼ご飯をご馳走してくれて、おいしく食べました。ちょっと待ってください。そしたら、 多分お金を借り,て借,りに来た借りに行ったと思うんですが、一握りお金を持ってきた私のポケットに入れて、でありがたくいただきました。選挙センターに来て、夜寝る前、お祈りをしましたが、今日の出来事を考えてみました。兄弟の家の前を通ったら、 バスはそれはそこを通り過ぎていったそ私を乗せずに帰っていったでしょうそれけどもそれで私はあ神様働いてくださらないなと思ったはずですしかし私は今まで生きながら私は今は経済的に苦しいことはほとんどなく暮らしています苦しく足りなかったことありましたが一度も人に助けてください貸してくださいと言ったことはありません 神様は私の中に働いておられます。重要なことは夫婦が暮らす時妻がきれいだったり賢かったりそれも重要ですが妻と夫の心の対話があると心が一つになりますでも夫婦は 会話がうまくいきますがある妻が私は夫よりもましだという心を持ち始めるとその時から会話が難しくなります反対にある男性がある旦那が私は妻よりましだと思うと対話が会話が難しくなります自分の主張だけしますイエス様を信じる信仰で走っていく時 イエス様の要求は一つだけです。あなたは私を信じるのか病気にかかったと難しいとき、大変なとき、私があなたを治すということを信じるのかただお祈りだけではなく、あなたが苦しいとき、私があなたを働いてくれること、あなたに働くことを信じるのか 多くの人たちは神様を信じると言いながらも神様にお祈りするときこれができるかどうか自分の中で計算してできなさそうだと神様を信じる信仰ではないお祈りはしますそういった段階を踏んでいた後神様が正確に私の中で 働いいてくださいました私は一度としてお金がない、助けてください、必要です、貸してください、そうしたことはありません。苦しい時もありました。難しい時もありました。けども神様は 生きてておられて私たちの中におられます私たちの心と神様の心は違うので私たちの心はこのお祈りをした時大丈夫だろうかできるだろうか私の人間のようなお祈り聞くだろうかああ聞かないと大変なことになるのに私たちの考えはそういったことをたくさん考えます信仰生活をしながら イエスを信じるという言葉は非常,に非常にいいことはイエス様ができないことはありますか何もありません。病気も治せるし問題も解決できるし難しいこともでないです。しかし私たちが見るとき お祈りをすると神様がお祈り聞いてくださるだろうか私たちの中に働いてくださるだろうかそれが私たちの心ですしかしそういう段階にあって次の段階に入っていき私は信仰がないけれどもイエス様は私を愛しておられるすべて置いておいてこのお祈りに対して この問題に対してお祈りしながら神様が私たちのお祈り聞いてくださる心でお祈りするとき私の心とイエス様の心は一つになり必ずイエス様は私たちの中に生きて働いてくださいますただ難しかったら人間の方法で ああお,お金ああ少し貸してください。5万、ま、5万円だけ貸してください。ああまあ、1ヶ月ぐらいで返せます。あ,あ、そうそうやって暮らす。そう、悪いことだと言ってるわけではありません。そういうこともありえます。しかし、問題は、5万音を貸してください。誰かに友達やお姉さんや お兄さんや、それ問題にならないかもしれません。しかし、そういうふうにするときは、お父さんやお兄さんやお姉さんや、誰かしてくだされるような、信じられるところにお願いしますね。私たちがイエス様にお祈りするとき、イエス様は私たちの目に見えなく、 触れませんがしかし確かに罪の許しを受けた人の信仰でお祈りすれば驚くように働いてくださいます聞いてくださいますそれが非常に神秘的で驚くべきことですイエス様は私たちにこういった質問をするようです神様私お,お腹が痛いですが 直してくださいと言うとお前が私を信じるのかと聞いているようなんですその後信じる通りになるそういうふうになるんです私は何の助けもないところから長い間職場で仕事をしてお金を稼ぐこともなく教育をしてきました宣教師たち 本当に神様だけを頼って生きる方法を教えました。アメリカで一回そういうことがありました。アメリカの宣教師たちを集めて、あなたたち夫婦が一度も行ったことない都市に行ってみなさい。それで行く片道のチケットだけ買って、 それで1か月そこで暮らしてきなさいそうしたあと私が韓国に来て何か月後にまたアメリカに行った時その人たちが行ってきて集まっていました一人の証しがどれほど長いのかこうなってこうなってと証をするんですが神様がその人たちを飢えさせず1か月食べさせて 寝かせてそして帰ってくるのを帰ってくるのを経験しました。神様を信じる信仰と私たちが暮らす暮らしと違うのは何かというと神様を信じる信仰で生きずに職場で給料を取ってまたお金があればあるお金があったらあるそうやって暮らしてきました。皆さん そういうふうに全員しなさいということではなく、福音伝道者は、神様を信じる信仰で生きるということが重要です。福音伝道師は。それで、私がアメリカにたった一度だけそういうふうに言ってきました。数十人の選挙師たち集まりなさい。集まれ。ワンウェイチケットを買って、行く片道だけのチケットを買いなさい。 お金を一つも持たないで夫婦が1ヶ月そこで暮らしてきなさいその時話すことがどれほど多いことか一人が一日中話しますあこうやってこうやってこうやって恵みを起してくださり彼らが本当に幸せそうに見えました 愛する皆さん私たちが信じる神様は生きておられる神様です皆さん私たちそのまま人生生きていけます困難もあるし幸せもあるししかし難しい時に信仰がないけれども神様の前に お祈りして信じてみてくださいそしたら神様が皆さんの中に働く一つ二回三回四回経験していくとこの世のそれほど幸せな人がいないはずです私がお金が何もなくて難しくつらい時もありました 最初、テグに行くバス代がなかったとき、兄弟の家を思って、ああ、の家に行ったら、ああ、伝道先生、どこに行くんですかああ、テグに行くと言ってましたね。バス代やりますかああ、話したらよかったのに。私は言わなくても、そういうふうに言ってくれると思いました。何を思ったかというと、これから私が仕事もせずにお金を稼がないで生きるのに、 一生涯私が誰か来れないかな誰か来れないかなと考え,てる,考えると私が非常に惨みじめでした飢えたら飢えて行けなかったらいけないけども神様を頼りたい神様は足りなくせず私を助けて皆さん 仕事を変えなながらもお金足りない時ありいあますよね。そうですね。それよりも神様の導きが非常に正確ですがイエス様の十字架につけられて私たちの罪が許されたこれを信じなきゃいけません。それだけではなくイエス様が私たちの主人になって私のこれからの道を導きそうやって導いてくださるということも信じなきゃいけません。 イエス様を頼るその暮らしになると、その時からイエス様に皆さんの人生を任せて導,く導かれることを感じることができます。以前私が長老教会に通う時は、みんな私に罪人だと言いました。私も罪人だと言いました。 昨日も見ましたが、レビキ4章を読むと、4章1節を見ると、妻子が罪を犯したとき、どのように罪を許すのか、そして全会収が罪を許したとき、どういうふうに罪を許すのか、そして上に立つもの、そして4番目、一般の人々がどうやって罪を許されるかを書いています。その4つの方法のうち、 どのように罪を許すかというと傷のない目牛です、目やぎです。その目ヤギはイエス・キリストを表しています。子羊を捕まえてその血を祭壇の角に塗りなさいと言っています。なぜかというと聖書を読んでみました。聖書を見るとユダの罪は 鉄の筆と金剛石の尖りで記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている。祭壇に角がついていますが、そこに神様は皆さんの罪を記録すると言っています。私たちはどのような、どこに罪を記録するか、私たちの心の,心の板です。あ私が盗みをした、悪いことをした、あ私は罪人だ、そういうふうに言います。どのようにその罪を許すのか。 イエス様の十字架、釘付けられて死んだとき、私たちのために亡くなったので、そのとき、罪が許されたと聖書は言っています。その御言葉を皆さんの心の中で信じれば、罪を、罪の許しを受けた人になります。そのときから、皆さんと私たちのあ、神様と私たちの間では、しし親しく、祝福した、 間になります私たち主の中で生きていきながら実際多くのことがあってまた苦難もぶつかりますその時に神様が働かれるのが非常に感謝でした 私たちの音楽学生がエスワティニーというところに行きました。音楽のボランティアでアフリカに行きましたがある日その国の国立大学の卒業式があって国立大学の卒業式に行って歌を歌ってあげよう。信仰の人に言うとああごめんなさいもうダメですとどうしたんですか今日国立音楽 大学の卒業式に国王が参加されますで。昨日の夜にスケジュールを国王に全部見せました。このプログラムは、このプログラムは入れたり引いたりもできません。ああ、そうですか。そしたら見学だけしていきます。あそうしてくださいと。けれども、その信仰の人がまた呼んであ国王がまだ来てなかったんだけれども、 国王はまだ来てないけど、慣習がたくさんいるから、歌を歌ってもらえますかあ、いいですよ。3曲歌ってください。1曲半ぐらい歌った時に国王が来ました。国王が来て、を歌を黙って聞いていました。そして卒業式を始めてその ささっっきき歌った子連たれてきなさい。それでその学生たち行きました。どこから来たの韓国から来ました。そして何を言ったかというと、私たち設立した僕先生が何日か後にえこの国に来ます。ああ、そうなんだ。と過ぎ去ることなんですが、国王が、ああ、そうなの長官に 行ってそ、その日来たら王宮に連れてきなさいと飛行機に飛行機から降りたんですが長官があなたがパク・オックスですかと「あ,あはいそうです」「ついてきてください」と VIP 室に行ったんですが話をして「国王の王室に行きましょうと」と「ああそうですかわかりました」と行きました 王宮がこの礼拝の半分ぐらいだったんですが王の前にひれ伏していくんですね私もひれ,伏ひれ伏していこうかとやろうとしたら秘書の室長,室長があこれ掟ですが外国人はしなくても大丈夫ですと,と歩いていきました話をして普通国王と会う時一番長い時40分なんですが 心がももっと望めば長くなきけんですけども私が40分経ったら出てこなきゃいけないので挨拶してそしてすぐに罪の許しの福音を伝え始めました30分話すと時間終わりましたで聖書を閉じると私に「僕先生 もうちょっと話してもらえませんかああ、ダメなはずないですよ。一日中でもします。で、30分間、また続きました。国王が30分終わったら、もう少ししちゃダメですか言いうんです。四回、30分4回伝えたので、2時間ですよね。 国王が罪の許しを受けましたこの世で一番親しい友達になりましたこの国王は本当に国民を愛していますエスワティニーの国王はほぼ夜狙いそうです私が到着すると午前3時に来なさいとも言うし まあ、真,真夜中に行ったりもします私たちに本当によくしてくださいます少し前にまた行ったんですが私に病院を建ててもらえますかお金はいくらでもあげるのでああそうしますと約束をしました 韓国に来て、その医者に病院のの設計がうまくくできてているのがあっったら送ってください医者は病気を治すのはできますがそういう設計に関してはよくわからなかったんですね。それで設計がうまくできたら早く立ててあげようと思いますが神様が大統領や国王そういう人たち会うのは本当に難しいことです。 私は数多くの大統領に会いました。私がしようとしなくても神様が道を開いてくださいます。そして大統領が罪の許しを受ければ、本当に喜んで感激に思って共になります。ある日、韓国のパラグアイの大使が私に来ました。 どうしたんですかと言うとパク先生をお兄さんとして迎え入れたいですそれで自分の名前をパクデスというふうにつけ,つけたんですね弟ならば小という文字を作って使って小数というふうにしなきゃいけないのにでもある日私に「あお兄さん悩みがありますあどうしたの?」 パラグアイの大統領が韓国に来るそうですその大統領の認定を全部自分で決めなきゃいけないんですが大使としている時その,国のその国に大統領が来るならばそれは一緒に一度あるかない本当の幸運だそうです大統領と座って話したいことを話せるからうまくいけば長官にもできなれるんですね しかし、うちの大使館の財政が良くなくて、ちょっと悩んでいます。大統領が音楽が好きなので、音楽会をしたいです。グラシアス合唱団を何人か送ってくれちゃだめですかとあ。団長とちょっと考えてみます。そして、何人か送ることにして、その日、大統領が来た日、私も行きました。 行ってみると大統領と秘書室長と長官2人と大使と5人が座っていました大使が私を紹介してパラガイ大統領が本当に親しくなりました何度か会ってまた韓国にも来たり私は忙しくて、まあ、こ最近は行けてないんですが重要なのは私が 大統領に福音を伝えます大統領が教会に通うかもしれませんが個人的に会って福音を聞くという機会を持つ大統領はほぼいません私を会う時一生のチャンスなんですねそれで福音を伝えましたパラグアイの大統領が 救われました本当に感激にか思っておられました親しい友になりました最近は、まあ、忙しくて行けてないんですが大統領任期も終わったんですが神様は誰に会ったとしても福音を伝えることを願っています私が下手だけれども 私が完璧にして誰ができませんかその話をしたら、福音を伝えたら、あ,あの聖書どこだっけ、どこだっけそれで、そこだよと神様が教えてくれるようでした。パッと思いつくんです。話したいことがないあ,あまりないのに、神様が話すことを感じさせて、悟らせてくれます。 皆さんの暮らしの中でイエス様の血によって罪の許しを受けたら躊躇してためらわずに神様を信じなければいけません神様を信じれば神様皆さんの足取りを導くのを感じることができると非常に不思議なんです そういう話をしようとしたら、夜通ししても時間がありません。私が通信訓練部隊で勤務をしました。教育将校、訓練所長。私と非常に親しい友になりました。そこには軍服もなく、教会もなかったので、 お祈りをお祈りして礼拝をしているんですがその日訓練所長が帰ってきました初日に絶対に所長は入ってこないはずなんですが私がためらうと宗教を続けなさいとそして宗教を続けました所長の前で震えて終えて 終えると私の方に来ました私があなた方に言っていいですかあ当然ですそうやって話を始めました私がこの舞台に来たけれども軍従軍牧師もいないし礼拝堂もなくて心が痛かったこの,舞台のこの舞台で礼拝堂を建てよう 軍隊には部隊,あの部隊には車があるので、文幕というところに砂を下ろすと、レンズを20枚ほどもらってくるんですね。レンズを、あレンガをもらって、礼拝堂を建てました。そして、木ももらってきたり、何ももらってきたり、何ももらってきたりして、礼拝堂を建てました。 所長が昇進して他の部隊に行って行政将校を呼んでパク・オクスは宗教の仕事ができるようにお願いをしていきました。本当によくしてくれました。私は本当なんでもない人なんですが聖書を読んで 聖書の中にあるイエス様の心を発見しますイエス様の心と私たちの心を一緒にすると私たちの暮らしの中で驚くように働かれますそれが本当に神秘的です全世界 多くの大統領に会ってきました。本当に不思議な方法で神様によって成就してきました。その方々が救われて今ケニアの大統領でおられる方は副大統領だったとき私がかあのケニアに行きました。副大統領のファーストリーディーが私に「僕先生 大統領に罪の許しを伝えてください。時間ができないんですねその方も私もファーストレーディーがとてもとても愛がしてきました私が明日朝9時に出国するけど出て行かなきゃいけないけど大丈夫であれば朝6時くらいに行って 早朝に話していきますよと言うとファーストリーディが「ああとてもいいです」と「来てください」朝6時ぐらいに行って2時間福音を伝えましたが大統領が救われました大統領選挙があって副大統領が大統領の出馬しましたその 自分が当選できなさそうだったんですが当選しました私を呼んでこう言いましたで会って挨拶をして集会した時も特集を送ってケニアの若い人たちマインド教育できるようにお願いをしてで議論をして帰っていきました 愛する皆さん、皆さんが今まで数十年が生きてきながら、そういうその人生よりも、神様ははるかにもっと大きい、また能力があり、恵みがある方です。否認できない事実は、神様私たちを本当に熱く愛しておられ、 どんなことであっても神様の御手によって助けてくださるそういう心を持っておられますしかし神様と私たち心が一つにならなきゃいけませんがどんなことであっても助けてくださる神様ですがその神様は私たちを助けようと思っておられる その心を持って、ああ、私も信仰ない、私神様働かない、そうだ、そういうふうにお祈りしないね。皆さんの中に神様が時には思いがけない難しいことを会うようにした時、ああ、これが神様が私に働きたくてくださることなのか。この時、神様を皆さん頼ってみよう。アメン。 皆さんそういう心を持って神様の前に立ってみてください神様を頼る心を持った時確かに神様皆さんを助けてくださいますそういった経験を一度して二回して三回してみると神様は私の中に生きて働いてくださる 皆さん、私が、私が年も取ったし、そうですよね。本当にいいのは、グッドニュース選挙会は、定年制度がないので、それで私は、80を超えましたが、まだ追い出されません。長老先生たち、見ています。ああ、出ていけと言わないかなと。 ああそういういうにはまままだ見えせせんんわかりません心の中ではそう思ってないかもしれないですがイエス様の中で罪の許しを受けて数十,年間数十年という時間が過ぎる間他の人には分からなくても私には神様が私のために働いたということがとても感謝です。 難しいこともあったし、いやもう私が教育を続けられるだろうか、もう終わってしまう、そういう時もありました。問題もないわけではなかったです。しかしいつも神様の中に出ていけば、神様が私たちの中に働くのを見ました。今日読んだ見言葉は、 何の御言葉かというと、数日経ってイエス様がカペナウに行きました。しかし、中部の人がある人たちが連れてきました。イエス様に多くの人たちがいたので入っていくことができませんでした。それで人たちが考えました。屋根に登って、屋根に穴を開けて、こういう礼拝だったらどうやって穴を開けたでしょうか。その時は、 屋根が弱かったので穴を開けてチューブの人を寝かせたままその床を吊り下ろしましたこの中で面白いものは5節イエスは彼らの信仰を見て信仰は物体ではありません 目には見えません、信仰というものは。しかし、イエス様が中部の人たちを背負ってきた友達たちの信仰を見たということです。なぜですか他の人の屋根の屋根を穴を開けて、主人が黙っていたでしょうかあの人たち何してるの出て行って、出て行って。ああ、直してあげますから、直してあげますから、イエス様があったら。 まあそういったことがあったかどうかは予想ですが、そのチューブの人を釣りを下ろしました。イエス様が何というかというと、その信仰を見て、こういうあなたの罪は許されました。もし皆さん、イエス様が直せないというふうに思った棚は穴を開けないはずです。屋根の穴を開けません。間を開けて、新しく修理してあげるのも大変なことなのに、 しかし、この中部の4人の友達は、イエス様に会ったら治るという信仰がありました。とりあえず治らせてからしようまず後で治したり、修理してあげたり、どうでもいいから、まずとりあえず後ででいいから。イエスは彼らの信仰を見たと聖書は記録しています。 この話を見ながら、私たちが必ず覚えなきゃいけないことは、中部の人たち、その4人の友達の信仰を主は見て、病気治してくださいました。皆さんの信仰をイエス様は見たいと思っています。本当にです。皆さん、こういった難しいことがある、問題がある、病気にかかった、 病気に病気から治ろうと頑張ろうとせず主がこのことを通して私に恵みを施そうとしているのか私は病気にかかったのイエス様が治さなければ誰も治せない治そうと神様がしているのか皆さんが 正確にイエス様の心を知れば皆さんの口に証というものができますイエス様が私のような人にも働いてくださるイエス様が私のこの言葉も聞いてくださり答えてくださる 私は大統領になったことはありませんが大統領よりも嬉しく幸せになります心に大,大胆になってああ山ちを犯したどうしたらどうしようあしようかなしないかなそういうふうには思いません皆さんの中にそういった部分でもうちょっと進むとその次の部分に移っていって 皆さんの中でイエス様が生きて働いておられるというのを毎日毎日感じる経験をすることになります私は今まで生きている間人間的な方法それでは本当に不可能なことを主が成し遂げてくださるのを見てきました私がましな人でもないし賢い人でもないし信仰が大きい人でもないのに この部分ね、主が助けなければ誰が助けますか恵みを受けたいです。信仰でぶつかるたびに、神様が本当に私の中に生きて働きます。皆さん、私が罪の許しを受けたあと、私がつ神様を信じる信仰を持って、そういうのを経験したあと、あ、だめだったらどうしようという考えを持ちます。 しかし、これは違う。なんでだめなんだイエス様がされるのに、1回、2回経験してみると、すべてのものに適応できます。そうして、暮らしがイエス様によって生きる暮らしになり、皆さんを通して罪の許しを受ける人たちが起き上がります。祝福した人生になると信じています。 イエス様の血によって罪の許しを受けた後、ソウルに来ました。もう長,い長く経ちましたが、ソウルに来て、ソウル市内の牧会者たち、パクオクス、ソウルに来れないように邪魔しよう、そういう話が出ました。笑いました。KTX 乗っていけばいいでしょう。乗用車乗っていけばいいでしょ 誰も妨げられませんでした。そして私たちの教会を見て、痛んだという人、たくさんなりました。お祈りしないというんです。う来たこともないのに。お祈りたくさんしますよね。どのも,もう推測で、クオンパは救われない。お祈りしない。クオンパでもないし、お祈りもするし、私たちはイエス派です。イエス派です。 イエス派主が私たちの中に生きて働かれます。イエス様は皆さん、私たちのために罪のために亡くなられ許されました。私たちのすべての部分で共にしようと、わざと難し,難しいことに合わせるかもしれません。ああ、これ、イエス様が働かれるためなのか。アメン。イエス様、この問題。 解決してくださいそういう私も証ししてみたいです。イエス様、喜んでください。皆さんの中にイエス様が働かれるのを見ると、首都を近づいてイエス様が働かれれば、大きな神様の愛と祝福を受けるようになります。そうして、皆さんを通して罪の許しを受ける人が起きて、 皆さんを通して神様が働かれることを働き上げる身が結び神様に栄光,な栄光を捧げる尊いことが起きてほしいです神様私たちを祝福し私たち全て祝福され栄光な暮らしを受ける私が私の人生を生きるのではなくイエス様によって生きる人生を人生に変えてみてください人生が明るくなり 非常に気概があり、そして嬉しく喜びがあります。神様は私たちを本当に愛しておられます。ありがとうございます。